2009年人工衛星衝突事故は宇宙空間で発生した初めての人工衛星同士の衝突事故である。2009年2月10日16時55分北、シベリアのタイミル半島上空約 789km の宇宙空間で1997年に打ち上げられ運用中であった。 アメリカのイリジウム社の通信衛星イリジウム33号と1993年に打ち上げられすでに使われていなかったロシアの軍事用通信衛星コスモス2251号が衝突した。衛星同士のドッキング実験や体当たりで相手の衛星を破壊する衛星攻撃兵器などによる意図的な衝突を除き人工衛星本体同士の衝突は 人類の宇宙開発史上初めてのことであり、この衝突により、少なくとも数百個以上のスペースデブリが新たに発生したと見られている。衝突図この衝突によって、ベイリジウムサタリット LLC 社の保有するイリジウム33号と、ロシア宇宙軍が保有するコスモス2251号の両方が破壊された。イリジウムの衛星はこの時点では稼働中であった。一方、 ロシアの衛星は少なくとも1995年以降は運用されておらずすでに活動停止中だった。ジェン・ヤクシンによれば、コスモス2251号は1993年6月16日に打ち上げられ2年後に運用停止となったという。アメリカ航空宇宙局はこの衝突で大量のスペースデブリが発生したと報告している。二千九年現在、 米宇宙監視ネットワークでは500個以上のデブリを追跡中であるが最終的なデブリの数を予測するには時間がかかると見られている。NASA は衝突の発生した高度は国際宇宙ステーションの軌道である高度 430km よりも高い軌道であるため2009年2月に予定されているスペースシャトルに与える危険は低いと語っている。しかし中国の科学者は デブリンは、太陽動機軌道を取る中国の衛星に脅威をもたらすだろうと語っている。これまでもいくつかの小規模な衝突は起きており、それらの多くはランデブー中であったり、意図的な衛星破壊であった。その中には、ダート衛星とマブルコム衛星との衝突や、プログレス M-24 や M-34、そして、ソユーズ TM-17 がドッキングを試みている。 時に起きた友人の宇宙、ステーションミールを巻き込んだ3回の衝突などがある。1996年には、フランスの人工衛星スリーズが、スペースデブリと衝突している。これまで8回の、よく知られている、高速度の衝突が起きており、それらは、衝突前は誰も予測しておらず、衝突が起こってから、初めて衝突の事実に気づいた。2月13日、米ケンタッキー州で、 衝撃音のようなものが聞こえ始めた。米国気象局は、付近住民たちに対して、エクスプロジアンスアースコーウェイクスに関する声明を発表し、衛星の破片の落下に備えるよう警告した。遥か西のニューメキシコ州でも同様の報告が相次ぎ、それらはすべて衝突した衛星の破片の落下物に関するものだった。米連邦航空局も航空機のパイロットに対して、 降下してくるデブリに警戒するよう注意を促した。しかしながら、衛星やデブリの追跡を行っているアメリカ戦略軍は、これらの衝撃音や発光現象と今回の衛星衝突との関連を否定している。2月15日に、米テキサス州にて観測された隕石による火球も、当初はこれらのデブリの落下によるものと間違えられていた。 NASA のチーフサイエンティストであるニコラス・エル・ジョンソンは今回の衝突では細かい多数の破片に加えて一辺10センチメートル以上のデブリが1000個程度生成されたと推測している。2つの衛星が互いに数キロメートル以内ですれ違うという事象は毎日非常に多く発生している。これらの中から衝突の可能性が高いものを見つけ出すのは極めて困難である。 衛星の位置に関する正確でかつ最新の情報を得るのも困難である。セレストラクによる計算では、この衝突を起こした2つの衛星は584メートルですれ違うと予想していた。これらの衝突の危険性を回避するための軌道変更の計画立案、軌道変更に伴う燃料の余計な消費、そして軌道変更が稼働中の衛星の機能に与える影響のいずれもが、 衛星運用上の困難な問題になり得る。イリジウム社のジョン・キャンベルは2007年6月に行われたフォーラムで講演し、これらの問題のトレードオフや、彼はこれらの異常接近の際に衝突が起きる確率として5000万分の1を見込んでいた。このような衝突やニアミスが起きるたびに、機能停止した衛星を機動外に移すなどして安全に処理する義務を、 かすべきだという声が巻き起こるが、いまだにそのような国際法は存在しない。報道など、ありがとうございます。